知っているか？王の独眼竜を。それはこの俺、伊達政宗だということ。暇を持て余す、だと？愚かな。やることなどいくらでもある。能の練習、歌読み、料理。いつ暇があるというのだ？ためらうことはないんだ。打ち抜け！お前は世界を知らなすぎる。見逃したというのか。知っているか？王の独眼竜を。それはこの俺、伊達政宗だということ。知っているか？天下最強の武将。それは王羽の独眼竜。つまり俺なのだ。知っているか？最上義明は狐だ。馬鹿されぬようにせいぜい気をつけるがいい。竜の方向、とくと聞くがいい。知っているか？竜は天に昇るものだと。余計な真似を。知っているか？天下最強の武将。それは王羽の独眼竜。つまり俺なのだ。